これで寝具できた。何、洗い物始めるつもり？すごい。でも絶対なんかあれだよね。もう臭そうみたいになってたもんね。あー、襲ってきた。後ろから、こう行く？これでどうよ。こす。まさかね。なに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 ？振るな、振るな。下から来るぞ。あ、なんか思ってたのとちょっと違うな。大ロック。おー、すごい。中に入れそうな大きな裂け目は分かったよ。ありがとう。お前うまいな、裂け目描くの。続きやっていこうかな。前回はね、南の遺跡クリアしたから、次はこっち砂漠かな。これバリバリ砂漠だな。タコいる、タコいる。待って、宝箱危ない。万能ならピーハットだろうね。ほら、こういうのは大体ピーハット。お前ほんと万能だな。オクタロック。え、これさ、こうオクタってさ、あれなのかな？この陸地で。陸地オクタどう？え、お前陸も行けるの？待って、なんか、だって死んでなかった今くらいに。どうやって乗ろうかな。危ないね。こいつら、殺そう。これどうやって上がろうかな？まあ、ピーハット？はいはい、もうこのお手のものよ。何？岩塩。あ、こっち、こっち砂漠だね、多分。ちょ、先に、ちょっと周りから探索しちゃおう。通れないぞ。何何、どうしたの？ここは牧場の方に行く近道なに。誰だよ、こんなにいたずらしたのは。あんた、ここを通るつもりなら無理だぞ。ギチギチのみちみちに詰まってるからな。確かにあなたもギチギチにみちみちだもんな。でもなーって。負けた気分。違うだろ。お前めんどくさいだけだろ、絶対歩くのが。前回編集の時気づいたんだけどさ、バウンジローマジでごめん。バウンジロー、これ多分いけるんだよね。あ、バウンジロー？お前邪魔だな。違うよ。お前邪魔だな。あ、そう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 、バウンジローナイス。ちょっと待ってごめん。バウンジロー。バウンジロー大暴れにも程がある。これバウンジロー投げたら木箱壊せる。バウンジロー。さすがだ、バウンジロー。ちょっと邪魔かな。あっち行ってて。おじさん？うん、消えたよ。うん。なんだ？後ろ見て。お前髪の毛長いな、意外と。俺のわがままボディでもちゃんと通れるぞ。そうそう。俺、いくら？ 20 ね。まあ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 。いいでしょう。で、牧場って言ってたけどね。この先牧場なのかな？こっちは？これ危ないな、君！これ覚えようか。ケンモリブリン。あ、上に、高台はキースだ。行け、キース。あ、私もでも戦えるんだった。お、忘れてた。ウィー。やったね。やっぱ私あんま人に任せんの苦手なんだよね。フレッシュミルク。待って。ちゃんとバウンジロー使うから。バウンジロー行け。そうだよね。編集の時めちゃくちゃ悔しかったもん。草も枯れたらいいんだけどな、バウンジロー。バウンジロー。あ、いいね。そうそう、それそれ。え、砂漠。砂漠でしょ、ここ。カラス、敵？あ、敵だわ、めっちゃ。飛びもんには飛びもんでしょ。蹂躙しろ。強いぞ、こいつ。やった。名前は？グローリー。かっこいい名前してんな。なんか自由度高いな。うちなんか高いとこ登りたくなっちゃうんだよな。これなんか絶対登ったらなんかあるって。トランポリンして。あ、いけた！なんもないんかい。横から失礼。あ、嬉しい、50。うわ、意味ありげないし。絶対なんかあるよ、あれ。もうなかったらもうめちゃくちゃ怒るよ、私。発狂してやるからだ。なんかすごい、独特な組み方しちゃった。よし。これで、えい！あ、やっぱり。かけらー。砂漠に着いたね。え、これ大丈夫なのかな、ゼルダ。暑くない？ギルド砂漠。やっぱ女の子しかね、入れないけど、今回ゼルダ主人公だからすんなり入れるわ。あ、そうなんだ。すっごく広いよ。まあ、なんとかなるよ。うん。大きな裂け目の周りから探してみる？ほい。キモイのいる。
燃やせばいいと思ってるわ、基本。燃えろ。どうよ。燃える。強。ポカポカスパイス。ゲルド族の料理に欠かせないホットなスパイス。料理だからどこでできんの？いやー、ちょっとキモい。アルローダ覚えた。で、あ、いや、やめて。キャンゾル。キャンゾル2体。危ない、後ろから来るこいつら。よしよしよし。やべ、キャンゾル、キャンゾル。よしよしよし、キャンゾルガード。20ルピー。サボテン、え、サボテン持てる。え、なに？なに？ひんやりサボテン。トランポリンを、もう一個置いて、こうしてこう。全部トランポリン。洞窟あるわ。あれ？バウンジロー、アッシュがいる。バウンジロー。行ってこい、バウンジロー。対決だ。行ってこい。弱。2体だ、2体。今度は2体。バウンジロー？すごい、ベイブレードみたいなの始まった。行ってこい、バウンジロー。後ろから。ずるいけど、完全に。やったねー。え、色違いバウンジロー？レベル2。まさかのレベルでした。うわ、いっぱいいる。いっぱいいる、いっぱいいる。ちょっと待った。いや、キャンドル。燃やせ。待って、燃えない。待って、燃えないわ。もういいや、チートキャラで行く。チートキャラ。危ない、危ない、危ない、危ない。強い。もう、かわいそうだよ。やった、かわいそうだよ、バウンジロー。いて！なに？あ、いや、倒した？もう毎回ピーハットに引いちゃうわ。ひんやりサボテンかい？いや、でも10個。こっちに大きな裂け目？中くらいの裂け目あるね。あとなんか意味ありげな、この台座ね。もう絶対さ、もう私わかるもん。こっからあれだよ、あのダンジョンの入り口出てくる、絶対。絶対、かけてもいい。やっぱ嘘、かけない。キモいのいる？サメ肌みたいなのいる。まあ、ピーハットじゃなくて、キャンゾル行け！焼き魚に行ける？あ、いけそう！焼いてしまえ！強っ！キャンゾルもなかなかだな。可愛い顔してんのに。砂ひれピラニア。水の中は泳げない。水の中泳げないんだ。こっちにオアシスがあるっぽいね。あ、あった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 。オアシス。こんにちは。そのフードは？え、知り合い？うん。裂け目に飲み込まれそうになったことがあって。あ、リンクに助けられたんだ。勇ましい姿。私もあんな風に強くなれたら。あー、やっぱ、ゲルド族はほんと戦闘民族だからな。意識高いな。一体、なんかすごい近くに、びっくりした！お前、な、何？敵かと思った。な、なにこの気持ち悪い子。出張スムージー屋さん。スムージー屋さん？お客さんの手でうまいスムージーが作れる夢のようなお店だっぴ。やり方は超簡単。素材を2つ選ぶだけ。さささ。早速作ってくっぴ。作りたーい。2個。あ、もう純粋に美味しそうなの作ろう。いや、まずはブドウとミルクにしよう。無難にな。オーダー入ったっぴ。あれとこれをどんと混ぜて、隠し味隠し味ちょいと入れて、ピッピピピピやかましいな、こいつ。黙って作りなよ。はい。え、かわいい！アーフルミルクスムージー。甘酸っぱい果肉が弾ける。13も回復すんの？旅人ですけど。まだできたばっかりだっぴ。うん。今はビジネスに先手を打つべく、ハイラル各地で店の、フランチャイズ？うん。スムージーを開発する時間が足りなくなっちゃって。世の中にはいろんな素材。レシピを？10個？じゃあ、それなりの報酬いただけないと。もちろんお礼はするっぴ。ほんと？あ、そうそう。他の場所でも兄弟たちが、のれん分けしてんだ。大繁盛させる予定っぴ。もし兄弟を見かけたら、声かけてやってっぴ。うい。じゃあ、塩と牙で作ってみる？だいぶやばいけど。10ルピー取られんのなんかムカつくわ。どうすか？なんだろう。
あーモザイク、モザイク処理入っちゃった。ドロドロでちょっと変な匂いがする。これでも一応スムージー。あ、でもエネル回復すんだ。そこを見込んでお聞きしたい。何ですか？空飛ぶ床を、いや見たことない。空飛ぶ？イニシエのゲルド族が罠として使ってたらしい。まあ、ダンジョンにたまにあるよね。空飛ぶ床みたいな。あれを手に入れようと思ったことはないわ、でも。持ってくる感じなんだ。空飛ぶ床を？あ、何言ってんだ、この人。これ、誰のだろう。サボテンかい。これ何？鎧マンゴー研究所。あ、すごい。賢そう。いいベッドある。ふかふかベッド。いやあ、こんにちは。鎧マンゴー研究所へようこそ。ここでは未来の食料不足に備えるため植物について研究しているんだ。この果物を研究する中で急速に成長する種の開発に成功したんだ。へえ。うん、問題があんだ。うん。あー、早く収穫しろってことね。マンゴー狩り。スピンくらいの軽い衝撃で、すっごいヒント教えてくれるじゃん。ちょっと待って。あ、待って。考えがある。まずは、こう、ピーハットと、ロープ。いけ！よしよし。あ、なんか、もう全然こいつら遅いわ。もうゼルダの方がはるかに早いわ、もう。余韻があるから、全然余裕だわ、これ。お前ら、なんかもう応援してくれるだけだな。もういいや。もう気持ちだけ受け取っとくわ、本当に。いや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 、やばい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 。いけ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 。よしよしよし。もう全然いらんかったわ。ただ周りうろうろしてただけだな。鎧マンゴー5個。もう50個取ったのに。あの危険な種も大丈夫なのでは。何？自慢の種があるんだ。そのセンスが気になるのかい？気になります。今でこそ研究に心血を注いでいるが、これでも昔は踊りをやっていたんだ。へえ、そうなんだ。マジ？欲しい、ちょっとこれ。キラキラしてるもん。光もんには目がないのよ、こっち。その癖のあるマンゴー狩りやりたいんだけど。危険なトゲ？やっぱさ、ゼルダ一人の方がいいのかな？よいしょー。あ、トゲだ。あ、そういうこと？まあ、大したことではないな。待って。一個逃したかもしれない。くれ。逃した。一個逃した。悔しい。あ、意外とくれる。黄金のセンス。これさ、キャンゾル、水に入れたら死ぬんかな？キャンゾル？ああ！これさ、水泳げないって言ったけどさ、ほんとかな？いけ！泳げ！あ、こいつも水苦手なのかな？あー、なるほどね。ごめん。ハートナックは大丈夫じゃない？さすがに。ねえ。ピーハットは？ピーハット君いけるよね？お前最強じゃん。お、なんかあるな。これなんだろう？ん？なんか出た今。調べる。何ですかこれ。誰？上から来てる？誰？マジで誰？いや、僕はスタンプマン。ええ。生まれてこの方スタンプ一筋。ハイラルのスタンプボーイとは僕のこと。初めて聞いたけどね。ところで君、この台座が気になった？まあ、はい。これはスタンプ台。スタンプを押すための台だよ。スタンプっていいよね。ポンと押す感触、素敵な絵が出てくる。完璧な存在だよね。そんな素敵なスタンプをいろんな場所でたくさん押して集められたら最高じゃない？あ、スタンプラリーみたいなこと？うん。あ、なるほどね。スタンプラリーをやってるんだ。興味？ないっちゃないけど、一応あるっていう。なんかこういうのほら。だよねー。なんかもらえると踏んで。スタンプカード、ありがとう。いいもんくれるって信じてるからね。スタンプラリー初心者のためのスタンプカード。素朴な作り。君の推しっぷり、僕に見せてごらん。なんか、
思ったよりキモい絵スタンプ来たな。もっと可愛い絵がいいよ。うーじゃないのよ。はーい。集めたら何もらえんの？スタンプ台は水の中や建物の中、あとは洞窟の中には置いてないよ。あー、なるほど。危ないからね。そっか。ほんと！それよ。それを待ってたんだよ。オッケー。スタンプ版、じゃあね。それじゃあ、ご一緒に。知らない、知らない。はじめましてなのに、そういうこと言うなよ。なになに？知らない。いや、ちょ、待って。ちょ、敵が。ちょ、タコ、ごめん。ごめん。いや、強いな、お前。水星の動物園に。なんかいるよね、これ。最強のピーハットで。いてー！なに？誰だ、お前は？あれ？いなくなった？来た。誰この人？え、強いな、あれ。待って、いろんな知らない人がいっぱいいる。バウンジローレベル2は。いけ！バウンジロー。いやー行ってくれ！なあ飛ばされない、重いキャラだったらいけるんじゃないか？重いといえばタートナック。君だ。君に決めた。違うな。でも強そう。頑張れ。え、すごいよ。とか、打撃効かないって言ってたもんね。で、この豚さんは？コンボ豚ブリン。あ、すごい。タートナック飛ば、いて。なんだあいつ。タートナック。え、すごい。ちょっと、近い。よし。トッピュー岩で。ほらやめて。おいおい、いてうら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 、いてやばい、死んじまう。あぶねー。宝箱だ。ブーメラン豚ブリン。唐辛子。こう、ハートが欲しいんだよね。トッピュー、これは？あ、いいじゃん。今、どこなの？どこなん？わからん。これあんまり進むべきじゃなかったのか？この中入ろう。死んじゃうよー。あ、待って。ベッドあるじゃん。死んじゃうようじゃないよ。いいベッドで寝よう。よいしょ。おー、いいねー。わ、気持ち悪いのいるなー。ちょっとキモいのいるなー。トッピュー行ってこい。トッピュー早いなぁ。トッピューどう？トッピューさ、攻撃力ないんじゃないの？もしかして。待って、トッピュー、これそのやり方だぞ、トッピュー。あれができない。覚えるができない。よし。よし、キモい。ゾロ。ちょ、やめて、来ないで。お前、行ってこい。前線に出ろ、もっと。よし、この、今のうちに。これなんか覚えるあるよ。待って、こっから無限分け？ゾロゾロ塚。え、これ覚えられるの強くない？壊れるまで中がゾロゾロが出続ける。なるほどね。これを壊さないとダメなんだ。お。力のかけら。こっちはもう、あ、なんかあるね。入り口っぽいとこが。ここ入ってみよう。あ、裂け目。先祖が眠る洞窟だって。裂け目があるから、まだなのかな？よいしょ。お！ゼルダの伝説。間違えた。もうすぐ剣出すのやめて。お、モグラだらけだね。モグラか。まあ、だいたい燃やしとけ。燃やしとけばなんとかなるよ。これで？お！あ、まだいる。おい、いけ。よし。モグラ。ピッティ。えぇ、ー、落ちる？びっくりした。ピッティ、危ない、ピッティ。ピッティ、燃えな、ピッティ。よし、下下がっちゃおう。あー。わ、これ多分沈むよな。あれ、沈まないわ。あー、これピッティ使うんじゃない？ピッティ、掘って。えぇ、ー。あ、すごい。下行った。下行くか。おお、すごい。ピッティごめん。ピッティごめん。踏み潰してしまった。宝箱だ。え？金、黄金の卵。いけ、デグババ。あ、ごめん。相性激悪だった、ごめん。
ありがとう。ありがとう。そしてさよなら。あぶね。これピッティなんかある？あ、なんもない。え、ピッティちょっとかわいいな。これ1円、1円取る？糸チュラでまあ一応取れるよね、これ。めちゃくちゃ有能じゃん、糸チュラ。え、また壺？壺何個覚えんの？ゲルドの壺。糸チュラのおかげでなんか往復せずに行けたわ。で、なんか棺桶あるね。調べる。勇敢な戦士を安らかに眠れ。え、勇敢な戦士いるの？ここに。マジで？どうせならこうベッド置いとく？これ起きたらどうなるのかな？オッケー。これ、あっち！あっち！え、これ何？これで調べればいける？勇敢な戦士を安らかに眠れ。え？だってこれめちゃくちゃ敵陣なんですけど。やばいやばい。ちょっとお前ら豚同士で戦え。もうめんどくさいから。ほれ？うれ？うれ？強い。はちゃめちゃに強い。早くさ、分け目じゃねえわ。分け目いけって話だよね。え、宝箱あるんですけど、開いちゃおう。めちゃくちゃ目の前で盗んでるけど。待って、めっちゃ強そうなのいる。やめてくれ。危なすぎる。ちょっと待って。うん、ウニ？ウニガード。ウニ？ケンボリブリ一体行け。いいぞ。ケンボリブリ行ってくれ。よし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 。そして私は寝ます。私は寝ますので。ちょっと頑張ってください。ここら辺にさ、ゾロゾロ塚やっといて、この安物のベッドでちょっと寝とくわ。やっぱほら、家宝は寝て待てって言うしね。逃げてくんな、逃げてくんな、お前ら。行け、ピーハット。最強だぞ、こいつは。ピーハットダメじゃん。あ、いいよ、倒した。ナイスだ。コンボ豚ブリンレベル2。いいの入ってんじゃないこれ。ブーメラン豚ブリンレベル2ね。オッケー。めちゃくちゃいいの入っててほしい。なにこれ？エネルグローブ。不思議な素材でできたグローブ。黒い魔物を倒した時にエネルが増えやすくなる。ああ。黒い魔物ってなんだ？え、なんかあそこの上めっちゃ気になるんだけど。これあれじゃない？ピッティ行け。おお、すごい。ありがとう、ピッティ。力のかけら。スタンプあるぞ。あいつ来ないよな。誰なのこのおじさんの絵は。だってここに洞窟あるわ。あ、待って、これ知ってる。あー、よくあるやつ。よし、先に逃げるぞ。もう来ないか。あ、待って、閉まっちゃった。あー、待って、理解した。待って、あれ、覚えられそうだよ。これ、なんか、どうやって、いやー、覚えるとかないの？いけ！いけ！いけ！盾だ！あはは。待って、覚えたかったんだけど、あの動く床。悲しい。もう一回出てきて。もう一回出てきてくんないから危ないです。待って、なんか変なのいる。どうやって行く？これ。あれか。これでいけるか。これニュートン丸虫だからな、これ。全然いけたわ。これも別にさ、ね、これでいいじゃんね。お、ほら、これでいけんじゃん。これで。おー、いいねー。これは、お、これでさ、あぶれ。こうして、こっち。めちゃくちゃベッド。本当にこれでいいのか？待って、100ルピーだ。めちゃくちゃ嬉しい、これは。お金、どうで、あ、これは覚える。よし。ゆかびゅん。こいつ名前あったんだ。飛ぶことできんの？ゆかびゅんやりたいわ。来た。どう？すごい。すごいこれ。ここ何なんだろう。こんにちは。なんだ貴様。そうだよ。ゲルドじゃないよ。おさに認められたものしか通さん。こっからなんか裂け目入れそうだけど。何？あれ？仲間たちの気配感じる。うん。どっちにいんの？
おー、潜れるの？あ、帰ってきた。この下に入り口を作れそうな場所があるよ。ゼルダ、行こう。あ、でもね、ダメなんですよ。そうそう、行けないの。話聞いてなかった？隣いたよね。どうしよう。どうする？多分お城に行って、長に自分を認めさせればいいんだけど。聞いたよ。ごめんね、うちがなんか変なルートから行っちゃったから。ごめんね。一応もう一回聞いてみるか。もう同じこと言ってる。入れてくれそうにないね。ないね。え？順番のせいでなんかおかしいことになってる？何があった？私はここを離れるわけにはいかないし。離れろよ。白状もんだな。じゃあ私が見に行ってやるよ。だって女の子が倒れてる。まあ倒せばいいんじゃないこれ。ほい！行ったれ！うい！行け！よし！強い！やっぱもう自分の手で切るのが一番強いな。助けたよ、私が。鼻高いな。めちゃくちゃ高いな。そうです。命の恩人。そうだよ。何かちょうだい？そうだ、自己紹介がまだだったね。私はトーナ。ギルドの兵士長。兵士長なの？弱くない？こんなところで何を。あれを消し回ってるんだ。なるほど、へえ。うん。で、消せるんだ。確かに。確かに、私も最初その反応したわ。うん、消せるんだよ。ねえ、ゼルダ。この人、砂の下の行き方知らないかな？ここには聖域に続く入り口があったんだ。でも今は入り口を砂に沈めちゃって、誰も入れなくなっている。兵士が守っている洞窟の奥に行けば砂をなくすことができる。砂をなくすと、また魔物が出てくるから。あー、そういうことなのね。まあ、大丈夫です。このゼルダめちゃくちゃ強いから。お、話通してくれそう。西の方にあるゲルド町の宮殿に集合しよう。私が話をつけておくよ。ありがとう。それじゃあ待ってるね。一緒に連れてってよ。あ、待って、宝箱がある。よいしょー。待って、なんか変なのいる。いやー、こう豚ブリン、いけ、豚ブリン。こいつめっちゃ強いから。え、なになに？規制上げた。ちょっと離れといた方がいいかもしれない。いけ、取っていいじゃない。あ、いいよ。倒した。来た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 。誰なのこれ。リーデットか。ちょっと嬉しい。ここなんだろう。お、めっちゃ風吹いてる。これどうすんだろう。うおー、意外といける。意外といける。無理くりいけるな、これ。まあ、でもさ、これ、あれじゃない？重い岩でさ、いけるよね、ほら。あー、知恵の勝利。賢い。さすが私。賢すぎる？まあ、これもね、こう押しながらいけばもう。はいはいはい。え、待って、これ覚えられるよ。送風機。あ、早速出てきたな。送風機？出番よ。おー、すごい。これめっちゃ便利。あ、待って、待って。やめて。うれ。このスイッチ押すと何なんだろう。あ、開くのね。先にこっち行こうかな。あー。キャンドル相性悪いかもね、これ。やっぱり。やっぱりそうだよね。じゃあ、最強のこいつで、行ってこい。一人しか出せないのかな。タートナック飛ばないじゃん、そういえば。タートナックでいいじゃん。ほら。飛ばないけど、私は飛ぶのよね。うちその間ちょっと休んでるから。待って待って。これごと飛ぶんかい。ちょっと待って。どこ行った？あ、降りてきた、降りてきた。ちょ、休んでるでしょうが？ちょ、待って。休ませろ。で、壊さないで。安眠させてくれ、もう。いい加減にしろ、お前ら。寝かせて。寝かせてよ。え、これ。じゃがいは、こっちは？あ、普通に宝箱あるじゃん。これね、力のかけら。2個も？
よし、じゃあゲルド砂漠じゃなくて宮殿行くか。西って言ってたよね。